はい、こんにちは、こんばんは。今日は Google Search Console のリダイレクトエラー、こちらの方のね、ちょっとお話をしようと思います。先日、これ9月の6日頃ですかね、突然このリダイレクトエラーっていうのが現れて、で、何度かね、エラーのあるページの URL をね、検査して、インデックス登録のリクエストをしたんですけども、直らないと。で、何が悪いのかなと、何がエラーを出しているのかなっていうのをね、ちょっと確認しようと思って、ごそごそとね、触っていたら、ちょっと一個ね、気になるところがあったんで、その辺をね、ちょっと今日お話ししようと思います。で、4つあるんですけどもね、これにしましょうかね。ページはこんなページなんですけどもね。はい。で、このどこかにね、エラーが発生しているということだと思いますのでね。はい。もう一度こちらに戻って。で、まず最初にやることはね、URL の検査ってことになるんですけどもね、これここにソースがスマートフォンとなってるんでね、スマートフォンでの表示で何かエラーが出るのかなとは思うんですけども、で、こんな感じでね、URL が Google に登録されていません、インデックス登録エラーということでね、カバレージがリダイレクトエラーと書いてあります。で、何度やってもね、直らないんで、ここでまずね、一応公開 URL をね、テストします。これちょっとね、時間かかるんですけどもね。で、こうやって普段はね、この上のところにね、URL を貼り付けて、検査して、それからインデックス登録のリクエストをね、何度かやってみたんですけどもね、全然解消されるような雰囲気もないと。で、検査すると普通にね、登録できますって出るんですよね。で、それを信じて、登録リクエストするんですけども、やっぱ結局ダメなんですよね。で、このページを見たときにね、このモバイルユーザビリティ、ここを見て、テストページをね、たまたまこう表示してみたんですね。そしたら、HTML、それからスクリーンショット、で、その他の情報とあって、このその他の情報を見てみたら、103分の7件のリソースを、読み込めませんでしたと、こうあるので、ここをクリックしてみたところ、こうリダイレクトエラーっていう文字がね、ここで画像で2つ出てきました。これどちらもね、同じなんですけどもね。で、これの、この一つ、コピーしてね、これを開いてみたんですけども、するとこの絵が出てきました。画像ですね。で、ホームページの方で確認すると、ここにありますよね。ここに貼り付けてある楽天モバイルの、広告ですね。これがエラーになっているということがね、わかりました。ですのでね、こちらもね、同じことなんですけどもね、ブロガーの方でね、とりあえずこの広告をね、消してやります。で、保存して。で、ブログの方ね、これ、再読み込みしてやると、ここにあった楽天モバイルの広告が消えました。で、この状態で、もう一度ね、再度検査をするということになるんですけども、カバレッジに戻って、リダイレクトエラーから、こいつをもう一回ね、これまだね、
インデックス登録エラーのままですけども、ここで公開 URL をテストします。待ち時間長いですよね。まあこれでね、もう一度ね、このモバイルユーザビリティを確認してテスト済みのページを表示してその他の情報といきますね。これ5に変わってますよね。で、これ開くと、はい、これでね、このようになくなってます。リダイレクトエラーがね。このロボットテキストによってね、ブロックされていますっていうのはね、これちょっとよくわからないんですけども、まあ、これはあまり気にしなくてもいいようなね、記述もなんか、ネットで見かけたんでね、まあ、これで治るんではないかなと思っております。まあ、とりあえず、リダイレクトエラーはこれで消えたので、まあ、あとはね、この登録されることをね、インデックスにね、待つばかりということになります。で、まあ、ここで一応ね、インデックス登録を、リクエストして、これで完了ですね。まあ、無事にね、まあ、こう検査は通るんでね、まあ、あとリダイレクトエラーが消えたんで、これでまあ、なんとかなるんじゃないかなと、思っていますけどもね。はい。まあ、結果の方はまたコメントにでもね、書き込もうと思います。ということで、Google Search Console のリダイレクトエラーについてお話ししました。まあ、お役に立てればね、いいんですけどもね。ということで、ご視聴ありがとうございました。さようなら。